内田さん、グラブ側の手の使い方って何か意識してることあります？はい、球を投げるときにできるだけ長くかつ強く使いたいから、はい、自分の感覚としては自分は右投げなんで投げる側の胸は開かせるだけ開かしたい、はい、でも開きっぱなしだと結局止まるとこ視点がないからこの投げるものもあった早く振られない止まるとこを作りたいから、はい、そのためにグラブがあるみたいな開かせるだけ開かして止まってそこで投げる、はい、でかつグラブの位置が後ろより個人的にはねめっちゃ開かせるんだけど後ろに行き過ぎないで前にあったら閉じるっていうこれも助長してくれるイメージがあるから胸開かせるだけ開かす止まる閉じるっていうのを助長してくれるもの、はい、だからこの腕の振りを結局速くするためにこっち側が止まるためのものだと思うだから人によって肩とか親指が扱った方がいい人とか、うんまあ、親指がこう抜いてもなんか止まれる人とかいると思うんでグラブっていうのはこだわるべきだと思ってますね。はい、ありがとうございます。